はい、今日はこのバーミキュラでカレーを作ってみたいと思います。無水カレーに挑戦。今日ママちゃんがいないんでね、でこれ僕使ったことないんだけども、ちょっと一回使ってみたいなと思います。どうやるのかなちょっとわかんないんだけど、まあ好きな野菜をたくさん買ってきて、もうただただ入れたい材料を買ってきました。タケノコだとかね、白菜、これ白菜大丈夫かななんて思うんですけど、生姜とかニンニクとか玉ねぎ、まあじゃがいも、人参は王道ですよね。うずらとかベーコンとかいろいろ買って、はい、これ俺使ったことないんですよ。ただこうやってねって教えてはくれたんですけどね、どこを押していいかやったことがないからわからないんだけど、これでお米炊くと本当に美味しいし、いろいろママちゃんは作ってくれたんですけど、どうやんのかな。まあちょっと刻んだ白菜、玉ねぎ、はい、入れて、じゃがいもとかいろいろなんか切って、人参入れて、この順番もわかんないです。そうそう、キノコね、キノコカレー食べたかったんで入れてみました。鶏肉とか、あとベーコンとか卵のこと、とりあえず入れるものを全部入れて、これから、やってみたいと思っております。さあ無水カレーできるんでしょうか。スタートです。これだよな。で、どこ押すんだこれ。タッチパネルっていうのはこれ厄介なんだよね。あ、消えちゃった。あ、これか。これを押す。わからないな。もうこれややこしいわ。本当にガシャンっていうボタンでもついてくれてたらいいんだけども、そこじゃないんだよな。そこか。あ、動いた。そう、それをもう一回押すと下がるのかな。あれどうなってんだ、全然わかんないんだよ。だからこれ、どうやって言ったかな。お米の炊き方は聞いたんだけど、それお米以外のやり方がわからないね。どこ押すのこれ。もう一体ピコ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 、困ったな。中火になっちゃったな。中火で、あれ時間が出てきた。あ、これタイマーだ。タイマー60分、いけるかな。行ってみよう。あ、着いた。そう、これ、はい、待つこと1時間でございます。できるかな、できるかな、はてはて、ほほー、できますかね。あー、この1分が長いんだよな。来るよ。あ、来たー、来ました。さあ1時間経ちまして、一体中身はどうなってるでしょうか。開けてみましょう。じゃあ、おお、だいぶ減ってますね。ずいぶん、お、水入れてないのに水分がたくさんある、すごい。あ、じゃあこっからルーだ、ルー入れましょう。ルーはこれゴールデンカレー、はい、もうゴールデンカレーのルー入れるだけ、他に何にもやらないで見ます。一体どんなカレーになるでしょうか。では再び約10分ぐらいでしょうかね。まあ本当に勘ですけど、どうなるかな。またわからんやん、やり方。これ大丈夫かな、いけるかな。ああ、これでいける。はい、では再び10分間待ちます。いやー、待ち遠しいなー。カレーが食べたいと思ってからもう何時間も経ってるよ。買ってきた方がよかったかな。さあ待ちましょう。お腹ペコペコやー。待つこと10分。じゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃん。どうですかカレー、見事ですよね。これもう正真正銘のカレーですよ。はい、盛り付けました。お米は食べません。もう具材たっぷりなんで、この具材たっぷり無水カレーいただきます。
あ、うまい、うまい、うまい。大成功です。はい、初めてのバーミキュラで無水カレーに挑戦してみました。結果です、はい、プロのような美味しいカレーが簡単にできました。バーミキュラ最高でした。ではでは。